日産自動車は7月15日、100% 電気自動車の新型クロスオーバー、アリアを発表した。日本での発売は2021年中頃を予定し、実質購入価格は約500万円からとなる見込み。アリアは力強い加速と滑らかな走り、EV の特性を生かした静粛性を兼ね備える。室内はラウンジのような心地の良い高級感あふれるデザインで統一。最新の運転支援機能やコネクテッド技術を搭載し、ドライバーの安心感を高める。最大航続距離は 610km に WD90kWh バッテリー搭載モデル WLTC モード日産車内測定値。毎日の通勤だけではなく、週末のドライブにも十分対応できる実用的な数値を実現している。近年、急速に市場拡大する EV カテゴリーは、各メーカー揃ってタブブランドを立ち上げ、EV を特別な商品と位置づけたプロモーションを展開している。アリアは、リーフから受け継ぐ日産のテクノロジーと、新しい時代の価値観と融合、全身全霊で次の世代に受け継がせるという日産の覚悟が猛烈に伝わるモデルとなっている。アリアという言葉は古代ヨーロッパ語圏における威厳、好機を意味しており、静寂の中に力強さを秘めた存在というコンセプト通りのネーミングが冠せられている。そんなアリアの存在感をダイナミックに感じるのはデザインだ。チーフデザイナーのジョバンニ・アローバ氏は、アリアの3つのデザインテーマ、新しい日産の顔を示せること、車としてシンプルにかっこいいこと、違和感を感じさせないことを具現。日産らしさを継承しつつ、新しいエッセンスも盛り込まれた、新生日産の船出を表すには十分な存在感を放っている。日産アリアボディサイズは全長 4595× 全幅 1850× 全高 1655mm、 ホイールベース 2775mm。 日本、北米、欧州、中国の市場においてもベストサイズと受け入れられるプロポーションだ。エクストレイルと比較しても全幅は 30mm の拡大に抑えられ、全長は 95mm 短く、それでいてホイールベースは 70mm 長く、ゆとりある室内空間の実現に寄与している。フロントフェイスはグリル部分がスモークがかったパネルでカバーされ、その中には日本の伝統的な組子パターンを立体的に表現している。その中心には新しい日産を象徴する新ブランドロゴが LED によって光る。4つの LED を配したヘッドライトは薄くデザインされ、日産のデザインシグネチャーである V モーションは白い光で表現。ウインカー点灯時にはシーケンシャルウインカーとしても機能する。ボディサイドは低く滑らかなルーフラインが空気抵抗を感じさせない印象を与える。フロントとリアを直線でつなぐウエストラインは建築物のような美しさを携え、どの角度から見ても美しさと活力を表現。リアのスタイリングも印象的で、特に水平基調に伸びるリアコンビネーションランプは消灯時はすっきり、点灯時は赤い光がしっかりと見えるよう設計されている。ボディカラーは9種類のツートーンと5種類のモノトーンをラインアップする仕向け値により異なる。日産アリア、日本語の間、間をキーワードとしてデザインされたインテリアはシンプルで快適な空間を提供する。新開発 EV 専用プラットフォームはフラットで広々したフロアを実現するとともに、従来室内に配置されていた空調ユニットをモータールームに配置することで、 C セグメントのボディサイズでありながら D セグメントレベルの広い室内空間を確保。またスリムなデザインのゼログラビティシートや騒音が少ない EV でありながらも遮音材をふんだんに使用することで従来にない高い静粛性を実現している。ダッシュボードには従来のような物理的なスイッチはなく、車の電源を入れるとアイコンが浮かび上がる。このスイッチは運転中でも操作感がわかるように振動するハプティクススイッチを採用。幅広のセンターコンソールはドライバーのシートポジションに合わせて電動で前後に動かすことができる。その上にはアドバンスドアンビエントライティングが施された新デザインのシフトノブを配置。センターコンソール内には機器核のワイヤレスチャージャーも搭載している。新開発 EV 専用プラットフォームは、運転の楽しみはもとより、乗る人すべてが快適な車を目指して開発。バッテリーを車体中央に配置し、低重心かつ前後の重量配分が均等になるように設計した。バッテリーケース内にクロスメンバーを配し、フラットなフロアも高い剛性を確保。サスペンションも高剛性な部品を採用するなどし、操縦安定性能を向上させるだけでなく快適な乗り心地と高い静粛性を実現している。最新の四輪制御技術 E-4ORCE は、前後に搭載した2基の電気モーターを個別にコントロールし、加速時のトラクション性能はもとより、減速時でも前後のモーターそれぞれで回生量を調整し、ブレーキ時の車の沈み込みを減少させるなど、車体の揺れを制御。コーナリング時は、前後のトルク配分を適切に調整するとともに、4輪のブレーキを個別に制御することで、ドライバーのステアリング操作に忠実で、滑らかで心地よいハンドリングを実現する。またリーフ同様、E ペダルを搭載し、アクセルペダルの踏み加減を調整するだけで発進、加速はもとより、減速をコントロールできる。日産アリアラインナップは、様々な顧客ニーズに合わせて2種類のバッテリーサイズと2種類の駆動方式を設定。65kWh バッテリー搭載モデル 2WD は、最高出力 160kW 最大トルク 300Nm、最大航続距離は 450km。通勤や買い物などの日常使いだけでなく、週末のドライブにも十分な航続距離を確保する。90kWh バッテリー搭載モデル 2WD は、最高出力 178kW 最大トルク 300Nm。最大航続距離はラインアップ中で最長の 610km。よりロングドライブを楽しみたい人に最適なモデルだ。E-4ORCE 65kWh バッテリー搭載モデルは、最新の四輪制御技術により、プレミアムスポーツカーに匹敵する、もしくはそれをしのぐ運転性能をもたらす。最高出力 250kW 最大トルク 560Nm、最大航続距離は 430km0-100km、加速は 5.4 秒、最高速度は 200km/h に達する。E-4ORCE 90kWh バッテリー搭載モデルは、高容量バッテリーや最新4輪制御技術に加え、ハンズオフを可能とするプロパイロット 2.0 を標準搭載するアリアの最高峰モデル。最高出力 290kW 最大トルク 600Nm、最大航続距離は 580km0-100km、加速は 5.1 秒。最高速度は 200km/h と、トップグレードにふさわしい動力性能を誇る。新開発されたモーターは高速巡航時の消費電力を低減し、1充電の航続距離が最大 610km、2WD90kWh バッテリー搭載モデル WLTC モード、車内測定値を実現。また、最大 130kW の急速充電に対応するとともに、バッテリーの温度を一定に保つ水冷式の温度調節システムを搭載し、30分の急速充電で最大 375km 分を充電可能となった。日産では、より短時間での充電を可能とする最大出力 150kW の CHADMO 急速充電器を2021年度内に国内の公共性の高い場所に設置できるようパートナーとの調整を進めている。日産アリアーリアは先進運転支援システムプロパイロット 2.0 やプロパイロットリモートパーキングを搭載する。プロパイロット 2.0 は、車両に搭載した7個のカメラ、5個のレーダー、12個のソナーで、白線、標識、周辺車両を検知。さらに、ナビゲーションシステムと 3D 高精度地図データを使うことで、ドライバーが常に前方に注意して、道路、交通、自車両の状況に応じ直ちにハンドルを確実に操作できる状態にある限りにて、同一車線内でハンズオフ走行を可能とし、安全でスムースなドライビングを実現する。さらにアリアでは、準天頂衛星システムなどからの高精度測位情報を受信し、自車位置をより高精度に把握できるようになった。プロパイロットリモートパーキングは、車外からの操作で駐車する運転支援機能。狭いスペースに駐車するようなシーンでも、ドライバーや同乗者の乗り降りを容易に行うことが可能となる。さらに、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、インテリジェントアラウンドビューモニター、インテリジェント FCW など、全方位運転支援システムにより高い安全性を確保する。日産アリアーリアは性能面だけにとどまらず、先進のコネクテッド技術により、オーナーと車がシームレスにつながる。自宅で朝食をとりながら、スマートフォンでドライブプランを立て、車の情報を確認しながらルートを車に転送。乗り込む前にリモートでエアコンをオンにすることで、暑い日も寒い日も快適な温度でオーナーを迎える。車の電源を入れると、2つ並んだ 12.3 インチのディスプレイが起動し、木目調のインストルメントパネルにはエアコンなどの操作スイッチが白く浮かび上がる。地図や音楽情報などを映すセンターのディスプレイはスワイプ操作が可能で、ナビゲーションのルートなどをメーターディスプレイに表示させるなど、2つのディスプレイもシームレスにつながる。運転中、大型のフルカラーヘッドアップディスプレイには、車速やルート、プロパイロット動作状況など、運転に必要な情報が表示され、ドライバーは視線を移動することなく、必要な情報を把握できる。また、空調やナビゲーションも音声で操作可能。自然な言葉で操作できるハイブリッド音声認識機能は、ハロー日産と呼びかけることで、ドライバーの操作をサポートする。また、Amazon Alexa を搭載し、音楽の再生や天気予報の確認。家族や友人との通話、自宅の照明やエアコンのコントロールなどを音声のみで操作可能。これら2つのシステムが連携することで、車内外でオーナーにシームレスな体験を提供する。